楽しみにしてます、うん、整形大罪美しいもんに惹かれるの分かる。そうだから私って別に本当にこいつやりまんとかさそうとかじゃないんだよ。私男でも女でもどっちでもいいんだよ美しかったら。でもやっぱりなんだろう、女の方が美しいよね。美しい生き物として柔らかいし触っててやっぱ酔うとやっぱ女の人の体をやっぱ触りたくなるね。美しいわ女性の体っていうのは。顔見た目もそうだし声もね、うん、そうそういい匂い女って、あママっていい匂い、しかもそれもある、うん、甘いね。 AB 型だよ AB 型、うん、前よ LINE 返信ちゃんとしてあんま返さないね私。本当になんかそれってまあそういうとこなのかな。私あんまり返さないね本当に申し訳ないけど。温泉入って疲れてるんだけどコーヒー1リットル飲んじゃったんだよ。コーヒー1リットル血液型気にしたことないけど、なんか友達O 型か B 型が多いかも。でも配信始めて、まあ、ミーコとかなんだろう AB 型が好きになる機会が多くなったナナちゃんとか。なんで1リットルも好きだから、ブラックコーヒー大好きだからさ、あのブラックコーヒーとタバコがめっちゃ合うんだよ。大好きなんだよ。気づいたら1リットル飲んでるんで、眠いのに眠れないの今。だから具合悪い、なんか。そういうことです。だからさ、大型だからいいやつとは限らなくない？別に。たくま止まりそうだったね。いや、あの止まりそうと見せかけて、あの枠切った瞬間すぐ帰ったから、そういうあの匂わせだよ。そういう演出だよ演出。すぐ帰ったから、うん、ね配信確かにみんな、ね、まだまゆたくコラボ見たいって言ってたけど、でもこれで、ね、終わってまた今度配信に持ち越した方が、あのなんだろう、飽きられないし、それでいいんだよって。むしろ見たかったで終わった方がいいんだよって。それもそうだなってすぐ帰った。すぐ帰った。そんな演出いらないよ。それが彼のスタイルなんじゃないか。ただもったいないよね。もったいないんだよ、たくまって。だってここの人口が女性だからさ、でどうしても男性に好かれるタイプじゃないからさ。たくまは寂しがり屋だよね。どうなんだろう。寂しがり屋なんじゃない？多分。いや別に私に非難が向いても、私が頑張れば
大丈夫だから。だから最初ね配信始めたすぐなんかもうあのタクマとねコラボしてあの嫌だって言われてたけど、でも今配信ずっとやってたのはもうそういうコメントないじゃん。私の力量次第、私の力量だ。だからなんかこう誰かに言われてあの絡まないとか嫌だ。だからミーコもそうだよ。だからミーコもミーコと絡むんだったらもう見ないですとか、まあ言われたりとかもあったけど、だけどじゃあリスナーさんの目を伺ってやっていくっていうのは嫌なの。自分が別に何だろう、楽しいな、この人と喋って楽しいなって思った人と、別にこの人といたら閲覧枠な、例えばツナちゃんとかねコラボしたら枠けど、でも内心はさ何だろう、喧嘩とかこういうこと言われて嫌だなって思いながら関わっていくの嫌だよね。配信上のことだけ考えて、だそこで終わったらそれは私が何だろう、魅力ないだけだから、そんだけだから。前初めて前全員入れた時すごい気が強いイメージなんだけど、人に配信出してイメージが、あ、気が強いイメージ、あーそうだったっけ。まあいいね、温厚だよ、うん、温厚だよ。ほよくんってさまた配信してなくね、してるのかな、わかんないけど、まいちゃんその服、あ、これね、たくまくんが作ってくれたんだよ。これは非売品だね、これに限っては。これはね、非売品、うん、こよくんだから本当に繊細だよね。してないよね。大丈夫なのかな、あの人。うつなんだよ。本当に。うん。ヨウくんとコラボ。だからその男女のかあのコラボってやっぱこうヤジウマも来るから、あのなんつうの、まあ閲覧も増えるけどさ、疲れるよね。だからうつ病の人には良くないんだよ。本当にこよくんのことを思うんだったら男女のコラボはしちゃいけないよね、うつ病の人に対して。やっぱ男女芸ってさなんかこう閲覧が絶対増えるからさ、やめた方がいいんだよ。こよくんしない方がいいよね。たくまくんに言ってその服グッズとして販売してほしい。でもこれたくまくんが手作りだからね、多分これ2時間、これ4、5時間ぐらいかかって一着に対して、うん、だね。これはねないんだよ。あんま着ない方がいいんかな、欲しいってなるもんね。うん、それぐらいだからセンスがいいってことだね。センスが、うん、私もこれはすごい気に入ってる、すごい気に入ってる。これはね大事大事、ありがたい。こんなに可愛く作ってくれて、なんかさ XLL でワンピースで着ても可愛いねこれね。うん、まあまたグッズはね作ろうと思ってるよ。 T シャツもまた作ろうと思ってる。ちょっと考えるわデザインを。そろそろもうこの T シャツを作るのであれば、もうこのデザイン以外のまゆサンシャインのなんか可愛いやつを
ねえ、そうだよね、可愛いよね。あ、こよくんがバカにしてたらしい。なんかたくまに聞いたな。こよくんが、うん、ちょっと待っててね。いいじゃん、そんぐらいの誤爆。うん、政治ぐらいの価格で言ってくれると。売ってないんだよね、別に。言うて言うて、これ販売はしてないんだよ。もう販売はしてないね。コヨくんが なんだっけ、なんかあれ終わってなかった。コヨくんの話、コヨくんの話ってなんだっけ、なんでしたっけ。だからコヨくんはあのあれだ、だ今うつ病だからあんまり、うん、あ、コヨくんマユティバカにしてたと。マユティ、なんかそんな雰囲気な聞いた。まあいいけど、こゆくんいい人だしね、すごくいい人だと思う。心が綺麗なんじゃないかな、わかんないけど。あのね、私思うんだよね、外見が綺麗な人ってあのやっぱまっすぐ生きてるから、人に否定されたりとかしてまず育ててないから、なんかこう育ってないから、やっぱちっちゃい頃から褒められるし、かわいいね、かっこいいねとか、あのなんだろう、とにかくこうで、多分いじめられるとかもないと思うし、まっすぐ育っていくから、なんだろう、ひねくれてない、まっすぐだからこう性格だからね、外見が綺麗な人、かわいい人、かっこいい人って性格がいいパターンが多いよ。だけどだからふわっちっていうところに来てしまったから、今まで言われなかったことを言われたりとかして、そこに対してだからなんだろう、あの免疫がないから傷ついちゃうんだろうね。打たれ弱いっつーか、そんなこと今まで言われなかったのに、そんなこと今まで人生言われたことないから びっくりしたとかあるんじゃない。なんでふわっちにTikTok とか行けばよかったのね、うん、まあね、生きててこんなに言われることないじゃん。私だってフワチに出会う前まで言われたことないことばっかりだったから、やっぱ整形繰り返しちゃった。え、あ、そうなんだ。でもそれも私はこうなんだろう、鵜呑みにしちゃうんだよね。なんかこうなんだろう、なんだろう、それは多分心が綺麗だからかもしれん。でも整形を繰り返して繰り返して、あ、これってなんか口で言ってるだけなのかもって気づいた。ああ、そうなんだ。じゃあ、私が悪いかも。
私がそうやって受け取っちゃっただけ。私が悪いわ。あ、そうなんだ。まあそっかそっか、うん、気づいてよかった。まあそうだね。まあでもトータル的にいじって、今のこの花気に入ってるから、まあ結果オーライだけどね。あの別にね、みんなと旅行行けて楽しかったしね、また10月韓国行っていいんだよ。楽しけね、結果オーライだよ。失敗花って難しいからね。うん、取り外し機能はないけどさ、そういう機能はないけど、でもうん、結果私は気に入ってるかな。花の穴見えないしね、花フックでもないし、花チンコザルでもないし、10月第に犬預けるの、どうしようかな。まだ何も考えてない、何も考えてない。自分が気に入れば、そうだよ、だって自己満なんだもん。だってそうじゃん、まあ私からするとっていうさ、例えばマイケル・ジャクソン系の芸能人とか、でも私は本当に今この顔で本当に幸せですって人もいるから、自分が納得してればいいんだよ。うん、他人が言うことじゃないんだよ。だってあなたの顔じゃないし。そうそうそう、それ自分が気に入れば OK だから、私は成功なんだよ今。自分が気に入ってるから今の。他人がとやかく言うことじゃねえから。うん、結果オーライです。うん、だから今思えば、振り返れば、まあ確かに何だろう、配信デビューした時ってもっと鼻の穴が見えてたから、やっぱその時と今ってなったら、あ、今の方が好きだなって思うし。まあでもその時はあんまり自分の外見のことを、まあ、気にしたりはしてなかったね。ありがとう、ありがとうございます。うん、久しぶりに。ハンコって何？ハンコが分からん。ハンコが分かんない。ハンコって何？まあね、だから今まあ最初は鼻フックからの鼻チンコザルで、で今なんか頑張ってアンチが作ったあだ名が鼻ピノキオらしい。今鼻ピノキオらしい。でも別に可愛いしね、鼻ピノキオっていうワード。な、俺の勝ちってこと？ね、そうなの。ありがとう、俺の勝ち。あー、この枠で終わろうかな、どうしようか、迷ってる。ブスでも文句言われて、整形しても文句言われて、世の中人に厳しすぎだろ。このちっちゃい世界が厳しすぎるね。厳しすぎる。本当に。まあ、あとはその動物とかもそうかな。動物愛護とかね。だからもう、昨日だから一泊だけでもさ、たくまに面倒見てもらったじゃん。いや、大変だったと思うよ。だって普通に考えてさ、1日面倒見てもらったね、
犬も飼ったこともない人間がさ、その抱っこの仕方はダメでね、そのあ、その怒り方ダメとか、あ、その名前の呼んだ感じのイントネーションダメとか、あ、正獣犬よりも先にそっちに何かをやったとかさ、あ、どうのこうの、それずっと言われてたわけでしょ。一日だけでもう疲れたっすだ。いやマジでもう二度と飼わんっすだ。あのね、犬欲しいって思ってたけど絶対に犬飼わんっつったよ。いやーね、ほんとそうなんだよ。私絶対に子供を産んで配信なんてできません、絶対に。絶対できないわね。あれを毎日毎日言われるんだもん。てか容赦ないよね。そんな一泊ぐらいさ、いいじゃん別に。友達にさ見てもらってさ、なんかそれをさ、あれしろこれしろなんてさ、あ、今の犬の気持ち分かってないとかさ、無理だって。そりゃ飼ってないんだから犬。でも別に一泊面倒見るぐらいさ多めに見てあげたらいいのにね。そんなにみんな完璧なの、子育て犬の面倒そんなみんな完璧か。逆にそんな完璧に指導生活一緒にやってたらなんか病気になるわ。いいんだよ適当で。別に虐待してるわけじゃないんだから。で犬もそんな真面目にこう徹底してやっても疲れちゃうんじゃない。多分それは同じ生き物としてそれあっちにもこう負担かかっちゃうんじゃないかなね。ちょっとさラフなスタイルでやってもさいいと思うよ。だから、うん、だからちょっとね、あのハニーちゃんの様子おかしくて今すぐ病院に行った方がいいとかね。なんで病院に行かせないんですか、こんな大変な目にあてあてって、ね、え大丈夫かあいつら。やばいよね。なんでハニーちゃんがビッコ引いて。私はその3日前に行ってるんだよね。あのハニーちゃんのね病院の件では。でも今もあの状態が悪いから、じゃあそこが悪いからセカンドオピニオンをなんでしないんですかとか言ってさ、何も分かってないよね。え、じゃあ私3日前に病院行ってんのにセカンドオピニオンってことは、なんかハニーちゃんに病名が出ないとあの一生セカンドオピニオンしないといけないの。そういう考えだったら私悪徳業者の病院に捕まって病気でもないのにワンチャン手術しないといけなくなるパターンあるからね、うん、私は自分が通ってる病院のこと信頼してるからさ、それであれなんか私はそちゃんとやってるからさ、それは私がねなんかもうしょうもない病院行ってなんか適当なこと言われてたら、まあ、セカンドオピニオンわかるけど、私はそこね自分の実家のねあのもう今もう死んじゃったけどその犬からもずっと通い続けてる病院信頼してるから、うん、ね、そこでおかしいから普通に考えて。犬って言えないから、なんかこの病院ちょっとおかしいかもとか言えないからさ、始まった、うん、大事だからセカンドオピニオンはしないんです。始まった、うん、なんかねなんだろうな、いやいいんだよ別にさ、あの分からなかったら分からなかったでいいんだけど、ただは分からないのにこれダメだよって徹底的に言う人嫌だね。とっても例えばよく言われるのが牛乳とかね、あのまいちゃん本当にやめてみたいな、本当にその牛乳は日本人あの日本
あ、人間の牛乳あげちゃダメだからって。私は病院にちゃんと相談してるからで、あのその病院でその下痢とかしてないんだったら大丈夫だし、ちゃんと水で私薄めてるしね、原液であげてないし、でそれで下痢にならなかったら大丈夫だよって言ってくれてるし、で害がなかったから今まで病気になってないんじゃない。12年間ハニーちゃんってすごいからね、病気になってないっていうのは本当にそうだよ。でもだからこそ私は信頼してる病院の人とちゃんと相談、ちゃんと言ってるから事前にね。で間違っ、まあ別になんかもう 100% はないけどさ、子育てとかさ、子供の面倒だってそうじゃん。うん、難しいよね。すごい言われる、だから犬って言われるんだから子供の面倒ってなったらすごいもっと大変なわけじゃん。私ね耐えられないかも、普通に考えて。いや人気は出ないよ。昔の犬は猫って残飯食べたから大事だと思うわ。まあでもほら、まあ確かに昔のその残飯とか食べてた犬たちはさ、まあ寿命10歳ぐらいだったんじゃないかな、チワワとかもね。だからまあ、難しいよね。なんかそんなになんかなんだろうね、ここでこんなちっちゃな枠、まあ、世界でそんなわーわー言ってるんだったら、もっとこの世界でもっと見るべきところあるよね、指摘する場所。その動物愛護っているけどさ、ふわっちにね、そういう 団体、まあほぼ知らない、まあ無知な人が多いけど、もっと他の見たらもっとやばい人たくさんいるから、そこで活動してほしいなって思う。こんなちっちゃなところでそれダメだよダメダメとか言うんじゃなくて、もっとね、あの犬の力になれる世界もっとある、他に。アホ米餌の量を測らないのって、あーでもそれはあんま言われたことないかな、それはあんま言われたことない。ただね、牛乳は一番言われるかもしれん。で、あとはそのまあちょっとめんどくせえなって思うのが、ハニーちゃんがそのパテラになっちゃったからさ、まあ年だしね。でもほらこう骨がすり減る年じゃん。だからコラーゲン多めの、まあ、もみじをね今日ぐらいに買いに行こうと思ってんだけどさ、それは生であげた方がいいんだって。それはね病院で言われたけど、いちいち言われるんだろうな今後、あ骨を生であげたみたいな。私はちゃんとハサミでチョキンチョキンしてあげるけど、むしろあれってね生であげた方が危険らしいんだよね。あれは生であげた、加熱した方が危険なんだって。でもきっとこれもまた延々と説明しないといけない、めんどくさい。何も知らないくせに突っかかってくんなよって思う。まあでもさ、その前はよく面倒見てるっていうか、でも私もそんななんだろう、きっちりしないよ。ウイタンみたいに測ってないし、なんだろう、まあなんだろう、そんなにきっちりしてないけど、でもだからこそ私もそんなになんだろう、犬の面倒ストレスでもないし、まあ、その犬もそうストレスを感じてないとは思ってるけどね。鼻の1週間の時はかなり腫れるよ、腫れる。まあとりあえずね、そうやってやっていこうかなって。
思ってますけどさ、めんどくさいな。うん、そりゃさね、ハニーちゃんだってさ、あの12歳だよ、でもうすぐ13歳、ね、あの4ヶ月後には13歳で、そりゃなんか別に病気の1個か2個かできるじゃん。なんでそんなみんなさ、私が虐待ってなんのみたいな、最低最低だねとか、こういうことしてるからこうなるとかさ、なんかこう言われたんだよ。それはさ、老犬にもなれば病気の1個や2つ風邪だってなんかなるんじゃない。むしろなんなかったことを褒めたたいてほしい思うけどね。ういたん健、うん、ういたん今た、うん、どうだろう、大変なんじゃないかな。だ、子供を生まれ産んだことがないから、できたことがないから、どんなもんかもわかんないけどさね。だから今年の何月だっけ、できたのってどんぐらいだったっけ、うん、来年か生まれんの、来年かな。エミタルちゃん今月中らしいね。うん、だウイタンは真面目、なんかこう、いや、ゆあちゃんもそうか、あ、そっかそっかそっか、あ、ゆあちゃんも配信してないね。うん、そうだね、大変だね。犬でも猫でもスネガだって人それだと思うけどな。そうだよ、それは犬でも猫でも子供もそうだって、自分の子供だってそうだって、正解なんてないって、こうあるべきだってみんな指摘するけどさ、じゃあみんな指摘して正してたら、みんな優等生つうかさ、東大生で、ね、絶対にあのいい就職場についてってなるよね。でもなんないでしょ、正解なんてないんだもん、だから教育に絶対的な、それでも言われるからね。ねえ、大変だよね。私絶対無理だわ。うん。ういたママになったよ。うん。楽しみ。ういたママ。うん。料理もそうだけど、本当にキリがない。そうだよ。だから、本当そう。本当にそう思います。ラーメン作っていい、あ、でもないわ、ありません。なんかちょっとお腹空いてきたけど、うん、酔っ払った、もう弱い、私温泉疲れしてるから酔っ払っちゃったわ、酔っ払っちゃったもん。なんか最近人といっぱい一緒にいるから寂しくなってきた。リスナーさん鍋は今日の、あ、そうだね、今日の朝、あ、今日の昼かな、昼以降、今日中、なんでかっていうとリスマン撮りたい、あのレディースデーだから、まあ来週もあるけど、来週もあるけど、お腹空いた、どうしようかな、食べようかな、油そば作ろうかな、ネギないけど、なん作ろうかな、最後に食べて寝ようかな。あー、そっかそっか。
ないんだよ。小松菜しかないやろ。小松菜と、ラーメン明日やで。味玉作っとくか。まあなんかね、パスタはない、全部食べちゃった。油そば作る今から。ただ違う、野菜がないんだよ。いっか、小松菜だけでいっか。私配信中ですけど。そうなんです、配信中でどうしようかねって今やり取りしてて。はい。と思わなかった。今配信中です。今何食べるの？今から油そば食べるんですけど。やばい。なんだ、あごめん間違えました。待って、なんかリスナーさんから今ねビデオ通話来たからさ。あ、こんばんは。あ、ゲストちゃんの友達です。あ、これってなんか配信映しちゃいけないんですか？あ、俺はいいけど、はい、よしこちゃんは嫌がるの。あ、なるほど。あ、よしこちゃんか。よしこちゃん。あ、なるほど。今、あ、まゆのリスナーさんからビデオ通話来てます。あ、ビデオラブレター。よしこちゃん、待ってね、今 iPad で見るね。はい。わあ、違うのよ。私がね、今フワッチをやってるって言って一生懸命配信したの。ね、よしこちゃんたまにしてるよね。してるよ。本当？うん。そしたら閲覧1なの。で、5分ぐらいすると0になって。はい。でその話でふわっちを開いてまゆちゃんがやってるっつったら、こいつが、うん、あ、まゆちゃんかわいいっつって。え、よしこちゃんの友達なの？友達。そう、同級生なの。私今秋田に来てて。あ、そうなんだ。実家に帰ってきてて、うん、そうなんです。なるほどね。いや今肌荒れしてるから恥ずかしいよ。いや私も本当やばい、もう出る幕ないのよ。私出られないよ。うん、いや、よしこちゃんありがとね、いつもね、あの T シャツもね。いやいや、こちらこそ。でね、うん、まゆちゃんの T シャツね、うちの旦那が受け取ってて、うん、あ、そうなんだ。送ってくれて、まだ見れてないの。うんうん、でもちゃんと写真とか送ってくれたから、うんうんうん、って。あ、そうなんだ。嬉しいの。いや、こちらこそ。やってる。あ、そう、こっち配信ね。今ね、あの、なんだっけ、うん、iPad で開いてる。はい、いやいやいや、フワッチのためにね、iPad 買ったから私。そうなの？やばくない？そう。マジかよ。やばい、可愛いでしょ、まゆちゃん。いや、可愛くないよ。可愛いよ。でもね、私見たけど、整形する前も全然可愛いんだけどね。本当？やばい。動いてる、動いてる。油そばって言うんだ。油そば、でも、あのね、見てればわかるけど、うん、
いいよね。じゃあ太ったけどね、うん、あって言うね、うん、私ねあのふわっちを乱したのが6月で、あそうなんだ、韓国配信その2ヶ月前に骨折してて仕事休んでるからそれでいろいろ見れてたのに。あそうなんだ。そうなんです。うんうんうん、なるほどこっちも別にこれリアルタイムだからね。やば、ちょっと私も待って酎ハイ飲むわ。私いつも思うの、マイちゃんと飲みたいなって。マイちゃんと飲みたいなって。あそうなの。あでも私今どうしよう、配信してるからな、うん、ああそう、大丈夫かな。え大丈夫。あじゃあよっちゃん KP 乾杯。 KP KP、うん、よっちゃんありがとうね。でも大丈夫だよ、私、うん、あの何があっても変わらず応援するから。ありがとうよっちゃん。あ今配信してるの？今だから言うけど、うんうんうん、よっちゃんって、うん、私の母親の名前なの。あそうなんだ。よしこ。あそうなんだ。まあまいちゃん LINE 見たからわかると思うけど、うんうん、LINE が私のことね。あね、なるほどね。よしこちゃんはなんのあの話せば長いけど、うん、あの関慎吾と関よしえを YouTube で見て、うん、出だしはね。なるほどね。あなんであの喋ってんだろうと思って、うん、コメントしてんだろうと思ってふわっちっていうのを知って、うん、そこに入会しなきゃいけ見れないんだと思って、うんうんうん、なるほどね。そこがまた始まり。でもたまたま偶然6月のまゆちゃんの韓国配信を見たのがきっかけ。あなるほどね。そうだよね、タイミング的にはそういう、その時に出会った気がする。そうだからその時初めて、そうなの、うん、で慌ててまあよしえにかぶしたわけじゃないけどうちの母親はよしこだから、うん、よしこちゃんってやっちゃった。あなるほどね。そうなんです。いやでも嬉しいよ、ありがとう、よしこちゃん。まゆちゃん大好き。いやー本当にまゆもよしこちゃんに会えて嬉しいよ。でも、ね、よしこちゃん、ね、こんな綺麗な子だったなって。綺麗じゃないかな、うん、あのもうね4月に骨折してね太ってねもうやばいから。そうなの。でもそんなことないけどね。そんなことないって、もそんな一瞬しか顔見せてくんないからわかんないけど、でもすごい綺麗な人だよ。うん、そんなことないやん。そうだよ。待って、ちょっと待って、あの生じゃなくて、うん、こいつはね、私のね、同級生だからね、うん、なんでもハッピーなの。で、ほらね、あ、ね、よし、ね、ふわっち登録しろって今言ったから、うんうんうん、ね、まゆちゃんに課金して。いや、そんな、いいね。好きな人が見てくれたら、まゆ、嬉しいから。まあね。うん。そう。で、私、ね、よっちゃんがさ、うん、ね、T シャツね、プレゼントできたし、嬉しいから。だから、うん、私、明後日東京に帰るんだけど、まゆ T シャツにご対面。あ、そうなんだ。あ、まだなんだ。へぇー。まだなの。あ、そうなんだ。旦那がほら、届いたよって言ってくれて、うん、写真送ってくれたから、全部分かって。うんうんうん、わあいっぱい写真送ってくれたなと思って、ありがたいなと思って。あなるほどね。顔出してまゆちゃん。まゆちゃんこれがよしこです。今母のよしこです。ええー、あ、ここ、あ生配信だからね。あこれがよしこです。あよしこさん。ああいつもお世話になっております。あ、お世話になっております。今ここでこっちがリアルタイムで、今こっちで喋ってるのがこれがリアルタイム。あーなるほど。かわいいでしょ。めっちゃかわいいでしょ。いや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 、恥ずかしいよこんなんねえ。嬉しいね、なんかこんなさ、まゆちゃんが口になんかチップスターつけてる頃から見てたの。ありがとう、よしこちゃん。
またあの、あ、そっか、ママ、お母さんが、そっか。お母さんが本当の吉江さん。あ、なるほどね。だから、いまだに私、吉江さんにさ、よしこで、たまにコメントしたり、ほら、やってるんだけど、うん、よしこさんって違和感ある。あ、なるほどね。急いで作ったから。自分のあだ名でやればいいの、ね、でもさ、なんかこうやってつながると思わなかった。いや、なんかビデオ電話で今来たからさ、あ、なんか どうしたんだろうって思ってさ、配信中に。ごめんね、だから、なんかいろいろ、楽しいです。よかったよかった。うん、まゆちゃんは神タバコだから、ね。じゃあ、ね、今度銀座行こうよ、銀座のアイコスショップ行こうよ。銀座銀座のアイコスショップいいよ。アイコスショップ、あ、じゃあアイコス吸ってないからな。髪も、うん、私アイコス代で花火一回投げたんだけどな。アイコス代ね。アイコス代で足りないか。まあ今の技術アイコスもね、喉痛くないもん。投げるといいよらしいね。私もだってもう紙タバコやめられなかった人だから。あ、そっか、そっか。いや、恥ずかしいよ。だって、美顔機能ないからさ。やば。ちゃん、かわいいでしょ。かわいくないよ。やだよ、恥ずかしいよ。ね、ありがとう。リスナーのみしよう、リスナーのみしよう、まいちゃん。リスナーのみ？リスナーのみ、まだしたことないんだけど、でも、いつかしたいと思ってるからね。したいと思ってるわ。やろうやろう。でそういう時はじゃあ、あのそれはそれだから、うん、もうよしこがあの率先しますから。分かった。その時はじゃあ報告するね。じゃあ、うん、じゃあ私今からご飯作るからさ、よしこちゃん、うん、じゃあ楽しんでね、飲み会さ。ありがとう。 あ、イケメンもありがとう。じゃあねー。いや、初めて配信中にあのリスナーさんから電話来るなんて初めてよ。初めてよ。ありがとね、話せて嬉しかったよ。まゆはね、あのだからあのオフ会だよね。オフ会 リスナーのみ、私それはねしたいって思う。本当にしたいと思うよ。なんかほら56人集めて、じゃあと新宿で、あの前のことを前のリスナーさんでさ飲み会集まってくれますか。じゃあ飲み会、あ、私ね配信外は出ないんだよ。出ないっつうか気づかない。はい、あの配信の時だけこれ持ってるからさ。はい、で今配信中に電話が来たから今出たんだけど、山田くんもさ私に電話してたらしいけど、私気づかなくて、配信外は手元にないからこの携帯がさ。そうそう、まあだから、あ、よしこちゃん大丈夫だよ、ありがとう。いや、いいな、ね、したいね。5、6人でいいんだよ。でも、あの、なんだろうな、5、6人で、あの、みんなで楽しくね、話せるのがいいね。
ゼレレラエッズラン。前大勢苦手、疲れちゃう、疲れちゃうから。こうやってあのね、こんな袖ありがとう。あは、よっちゃんありがとう。いいんじゃ、ありがとう。ごめんね、配信ありがとう。お疲れ。分かった、じゃ計画タグとくね。ありがとうございます、匿名さん、ナイス。やったせーん。いいんじゃん、こういうのもね。常に電話来るわけじゃないからさ、配信中に電話してくることないよ。前のリスナーさんが初めてだった、初めて。ありがとう。油そば作ります、今から。あんなに野菜たくさんあったのに、すごいでしょ。油そば食べてねんねこしようかな。ねんねこ、やべえ。こいつ口の中、もう無理なんだけど。何こいつ。俺の口の中で死んだってこと、こいつ。もうマジで無理だから。死んだ、俺の口の中で。もうマジで無理。今動いてたんだよ。はあ、丸くなってきた、だん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 。こっち、ああ、キモい。
ふ、ダメ、服ダメ。死んでた。いや、雲雲、おっきな雲。ネタにしたくない思い出さ、はい、吐きせずマジで無理なんで。じゃあ油そばの教えますか。じゃあまずニンニクちゃん、はい、ニンニクちゃん、味の素ちゃん、ベーコン、アダム、めっちゃ笑った。いやちょっと本当にちょっとマジでキモいから、無理だから、もうで、ちょっとネギがなかったのでネギ油、でラー油、で、まあ胡椒、うん、ごま油だ。でこの間に、この間にマジで、まあはい、で、あ、自家製唐辛子炒め、なんだ、あ、おい、
オイスターだ。あ、そうそう。で、醤油だ。みつかんす。あ、お酢。つ。いいのにありがとう。ナイスだよ。やったねー。ありがとう。私はよしこちゃんの顔面見れたからいいんだよ。で、混ぜ混ぜ混ぜ。うん。混ぜ混ぜ混ぜ。混ぜ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 , 混ぜ。輪投げ2個。あ、ブー君、あれブー君久々じゃない？ナイス、ありがとう。ブー君ありがとう。ブー君、起きてたのね、あなた。ありがとう。
お腹減ったぞ。油そば完成。完成。アイテム3個来てた。あ、ブーくんありがとう。ブーくんありがとうね。あ、ありがとう。ブーくんだったんだ。ナイス。ありがとうございます。じゃあ、いただきます。おいちいかな。まゆちゃんの油そば。いや、あのね、うびいからな。油そば大好き、まゆ。ありがとう。できます。美味しいでした。僕ちゃんの勝ちでした。油そばやん。ごばくんおつー、ひびちゃんまんごばくんおつー。まあこれぐらいいいけどさ。ねまちゅ、おやすみなさい。できた、これ食べて寝ます。これ食べ終わったら寝るよ。食べ終わってなかった。間に合わなかったわ。感想まで。
じゃあ寝ます。食べ終わったんで寝ます。明日起きて多分今4時やろ、夕方以降だね。明日ってか今日かな、今日の夕方以降で二郎ラーメン作ろうと思います。二郎ラーメン企画、大盛りの。よかったらみんな見に来てね。見に来てくれてありがとうございました。おやすみ。あーちょちょありがとう、ちょちょたくまんくでもありがとうございました。ありがとうございました。今日は二郎ラーメンの二郎ラーメン企画。ラーメンって飽きないからね、いいんだよ別に。じゃあ皆さんおやすみなさい。バイバーイ。スキビ。